皆さんこんにちは。東京品川病院の理学療法士の星野です。この動画を最初から視聴されたい方は概要欄にリンクがありますので、そこからアクセスをお願いします。今回私の方からは膝関節のワンポイントアドバイスについてお話しさせていただきます。今回は膝外上脳に対するアプローチ編です。前回の動画で説明した膜構造についてですが、膝関節の新転移では二重膜構造を呈しています。また屈曲位では端膜構造になります。膝外上脳の位置については、膝外骨上縁から女性で6センチ、男性で8センチと言われています。実際のアプローチに関しては、膝外上脳を横から端していただいて、このまま大腿骨から引き剥がすように持ち上げます。しばらく保持して筋間に指が入っていく感覚がしましたら、そのまま内側、外側に動かします。膝外上脳の位置については、膝外骨上縁から女性で6センチ、男性で8センチと言われています。実際の膝外上脳に対するアプローチに関しては、上脳を横から端していただいて、そのまま大腿骨から引き上げるように持ち上げます。筋間に指が入っていく感覚がしたら、そのまま内側、外側に動かしてあげます。これが膝外上脳の癒着予防、滑走性向上に対するアプローチとなります。ぜひ皆さんも臨床で試してみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画シリーズは概要欄にリンクがありますので、そこからアクセスをお願いします。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。